お疲れ様でした。はい、やってきましたね。iPad 1の時はソフトバンクの Wi-Fi の2年間無料プランがデフォルトでオンになってたんですよね。なので、まあ2年間ちょっと出張行った時とかには便利に使ってました。新幹線の中でね、使えたりするのすごく助かりましたよ。今回は当然ね、オンになってると思ってたんですよ。オプション選択する画面で、僕基本的に風呂蓋がね、今はいらないなと。風呂蓋をね、選択するオプションの画面にスクロールしていくのやめたんです、途中で。そしたらもっと下の方にソフトバンク Wi-Fi のね、選択画面があってさ、ベーン。デフォルトでオフなのオフ。ちょっと信じらんないよね。だから今回ポチれてないんですよ。普通の店なんかで買った人もね、Apple Store のサイトに行くと、iPad 2のシリアル番号さえあれば、なんか後からでもアカウント取得できるみたいなこと書いてあったと思うので、やっぱない。iPad 2だけ。ビーシュー。そしてやっぱ軽い。わかるわかる。電源入れてみるよ。いやー、弱いから。はい。ほい。ほい。iPad 1からデータを持ってきたいと思います。32GB。iPad って結構リビングで使うじゃないですか。麦茶飲みに行ったりしちゃうことあるんですよ。下手すと踏んじゃうんだ。危ない危ない。白だと割と目立つんでね。まあヘリクツだわね。なんだっていいんですよ。iMovie とかガレージバンドが楽しいって話あるんで、それはちょっと早速試してみたいなと思いますけどね。その前に晩飯です。晩飯。